どうも、タイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは、皆さん、D0 で、まあ、使用感が変わるキャラが、まあ、何体もいるんですけど、今回そのうちの1体のキャラを紹介します。そして、まあ、まずですね、そのキャラとは、まあ、散々過去やってきたクレイジーフラワーなんですけど、このキャラ別にアビさんじゃなくても強いんですよ。今までこのキャラをやるのに、まあ、クレフラ UFO をね、よくやってたと思うんですけど、このキャラ実際、まあ、前回キラービークレフラやったみたいに、普通に裏で強いんですよ。サブリーダーじゃなくても、裏引きでも強いんですよ。はい。で、まあ、このキャラ、まあ、何が強いかって話なんですけど、まあ、まず D0? 最初に話した通り D0 ですね。スキル11で戻るまでのカウントが少なくなり、攻撃を受けた時に吐き出す確率が減ると。もともと10秒から戻るものが、D0 を取ると8秒から戻ると。まあ、8秒じゃないですね。8カウントですね。はい。2カウント分短縮されて、さらに、ダメージを受けても吐き出しづらくなる一応。まあ、もちろん吐き出すことはありますが。はい。そんな感じですね。まあ、こんな感じで、まあ、D0 の恩恵が結構大きいキャラでして、はい。個人的にはかなり D0 をおすすめしてます。で、このキャラがですね、正直な話、スキルバックンが出ると、相手のキャラ即死なんですよね、要は。食べてしまえば即死。要は、スキルレベルが1であっても、5であっても、10であっても即死なんですよ。飲み込めれば。で、飲み込むまでのカウント数、そのカウントが進めば進むほど相手の体力が何割って減っていくわけなんですけど、はい。まあ、その具体的に、まあ、何カウントで何割減るっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ、カウントが伸びれば伸びる、減れば減るほどダメージが与えられて、飲み込めると即死。倒して、自分が戻り、コストも回復できると。いったキャラですね。で、このキャラは、育成が結構簡単。もちろん D0 は取ってほしいんですけど、例えば団子底力を振らなくても強いんですよ。ある程度の仕事はしてくれる。まあ、迎撃キャラで、まあ、スライムも もちろん、安定した、もう最強トップキャラなんですけど、迎撃の中では。その次に安定してるんじゃないかなって言っても過言ではない、クレイジーフラワー。今回このキャラをですね、裏で使っていきます。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきます。さあ、一戦目、やっていきましょうか。今現在、フォワードラの D2 をやってるので、フォワードラ、クレフラ。両方とも現役なので、まあ、他の手札は、できればなるべく、進撃キャラを引いていきたいな。といったところなんですが、どうでしょうか。クレフラの金バッジは来ている。が、他の札。ちょっと現役が多いですね。回しましょうか。やっぱ取り叩けるキャラ、ああ、これはありだな。火力が、瞬間火力がないのとバッチがないんですけど、最近ポックルがお気に入りなんですよ。で、足キャラがいるんで、行ってみましょうか。さて、太っちょで、まずは取り手が欲しいところ。取れるかな、どうかな。取れそうですね、この感じ、今のところは。とりあえず大砲撃っていきましょう。よいしょ。OK。とりあえず砦は取りましたと。そしたらまず上デビルですね。上デビル置いて、剣士1本だけ挟んじゃおうかな。これによって少し体力残ると思いますんで。で、このね、クレフラのね、いいところはね、チビホワに強いんですよ。受けるダメージが減るっていう、いい能力を持ってるんで。まずここで一回待機させて。一瞬ちょっと痛いですけど、ちょっと待ち。チビフォア食ってくれたらいいですけどね。食わないかな、どうかな。まあでもこっち寄りますね、これ。まあ食わなかったらしゃあないもん。とりあえずね、下がワンパンなんで注意ですね。なめこ出されてますが、まあ全然いいでしょう。あとどのタイミングでノーも行くかって感じかな。さあどうかな?レドガが出てくる。さあレドガの真下に、ど真ん中にポックル当てましょうか。これど真ん中ポックル入れることによって、火の玉が食らいづらくなる。あーちょっと重なってないな。食らっちゃうな。あ、死んだわ。即死しちゃった。スキル打ってほしいな、飲む。一発でいい。打たないか。ちょっとうちのノームさんスキル足りないですね。時間1分。フレフラが結構早めにやられちゃったんで、ちょっと怪しいですけど、とりあえず大砲でチビフォアを買って、あれでチビフォアラストですね。よいしょ。デビルの即死が欲しいところ。ナイス、いいね。
で、上のデビルは、ポチ。デビル流し。あのチビフォはもういいんで、キャラ流しましょう、こっちは。さあ、どうだな、どうかな、通る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 かな、どうかな。おお、速射入ってる、速射入ってる、いいね。ただ、通らないかな、間に合わないかな。惜しいな。惜しいっすね。まあ、クレフラー今食べてくれなかったですけど、まあ、ゴーレムが出てきちゃったらしょうがないですね。まあ、その代わりゴーレム釣ってフォアドラで狩れたんで、まあ、いいでしょう。次行きましょうか。さて、やっていきましょう。とりあえず、次じゃちょっとクレフラ丁寧に使ってみようか。今結構なんだろう、チビフォアにも強いよって普通にチビフォアに切っちゃったんですけど、普段は切らないです、あの状態。あの状況では。まあ、あそこに例えば、あ、これ進撃多いから行こうかな。あそこに例えば、なんだろう、フランケンも出してきてるとかあったら切るんですけど、チビフォア1体だったら普段はあんま切んないですね。序盤、中盤では。中盤1個あったらワンチャンか。序盤は切らないですね。うわ、5倍。勝ちたいな。うえ、大九条揃ってるこの人。すごい。取りで欲しいっすね。今回ね、チビブラさんがいるんで、チビブラさんに、頑張ってもらいたい。で、これ、剣士で削らせてるんで、ワンチャン取れますね。あー、無理か無理かー。あ、でも取れた。あ、来ましたね。そうそう。こういう場合に、クレフラ置くんですよね。あ、でもなんか来ましたね。変なのが。あ、こうなったらもうしょうがない。食べましたけど死にますね、これは。これはもうしょうがない。一回、下げで。サタン、ワンチャンつまんないかな、これ。つまんないかつまんないかー。そしたら、フォアドラ置いて、引き目で、サイガ、前線。で、ドネス合わせて、こいつ倒したい。オッケー、倒した。で、こそドネス出して、フォアドラ後ろ引っ張って、一回サイ。あんまドネス使い切りたくないんですよね。これちょっとフォアドラ後ろ行っちゃいましたけど、まあいいでしょ。ドーン。いいんじゃない？まあ怖くないですね。相手キャラ超強えな。ただまあこっちチビブラもいるのと、トリデラインは大丈夫なんで。あ、これ死んじゃうな、ゾネスが。平石にズルなんですよね。強すぎる。とりあえずこれ消し飛ばして、さあ後ろ吹き飛ばすのはもう何でも OK でしょう。フォアドラがいるので、フォアドラに任せましょう。ただスポーンと出して。で、このサイ多分止まらないんじゃないかな。多分ですけど。チビブラが強すぎるな、この状態な。この状態のチビブラが強すぎる。マジで。さあ、ギュワー。これで取っていく。なぜずれたお前今。まあいいや。ワンチャン干渉あるんじゃないですか。これサイ止まんないですもんね、もう。サイ止まんないはずなんで、ひたすら剣士流してあげれば上下に。ワンチャン干渉ありますね。ただ上に大砲撃ってくる可能性はありますが、大丈夫でしょう。サイ止まんないもんな。5倍干渉はうまいな、これ。さあ、ナイス。いいっすね。じゃあ次やっていきましょうか。5倍はマジでうまい。さて、まあ今のね、2試合、クレフラ活躍してないように見えると思うんですけど、まあ1戦目はね、してないっす。正直。完全にチビフォアに有利なんですよ、出しちゃったんで。で、2戦目に関しては全然してるんですよ。まああれ、まず取り出前を見てるんで、取り出前は基本的に取られない。で、そこで、邪魔だから相手が見逃るっていう大型を切ってくれた、先切りしてくれた。まずこれで全然いいですよね。で、これ先切りしてくれて、で、さらに、クレフラで、見逃るだけじゃなく、まあ前線ね、キャラ見たら、サタンまで切ってくれたと。クレフラを倒したいと。もうこれで大型2本切ってるんで、クレフラが死ぬ代わりに、大型2本ともぶち抜いたって考えれば、もう全然、アドバンテージはね、取れてるかなと思います。さて、まあ次は丁寧にもう一回ね、死なない方向で行ってみましょうか。まあ全然出せるときは出すんですけど。魔導と違うところは、魔導は、2体いて、修理で自己回復できるんですよね。それもすごい強いんですけど、そんな魔導と違うところがやっぱあって、それが、あ、でもこれここ切っちゃうんだよな、俺ここ。さすがにこれは。これもしょうがないですね。
別にこれでも別にいいかなって思っちゃうんですよね、やられても。だって大型2本来てくれてますもん、これ。ソロ型2本切ってくれて、これクレフラーに大型来たから、これ勝ちか、こっち勝ち、勝ちですからね、完全に。さあ、クレフラーが全然活躍しないように見えるかもしれないですけど、全然いいと思うんだよな、この流れは。クレフラーめっちゃ強えってなってるようには見えないと思うんですけど。やべ、まあ、ターンが上上がっちゃったから悪縁回復できねえ。悪縁を回復したいんだよな。悪縁を回復したいんだよな。悪縁を回復したいけどできない。さあ、死んじゃいましたね、悪縁が。まあでもこれだけキャラいたら大丈夫でしょ、止まんないでしょ。しかも3倍だから惜しいぞ、これ。グリフォンは通り抜けるんで放置しましょうか。さあ、いい感じに干渉、いいっすね。ただクレフラが死んでしまった。まあまあいいんですけど、また大型ね、2本使わせてるんで。さあ、ラストやっていきましょう。ラストはね、もうクレフラ無双で終わりたい。まあ実際自分のね、動画を長く見てくれてる方からすれば、クレフラがどれだけ強いかわかると思うんすよ。ただまあ実際に、それを、なんだろう、クレフラがどう活躍したっていうのが、まあ口頭で説明できた方が、わかりやすいかなって思って、まあ、今回ね、裏のクレフラでもすごい強いんだよっていうのをね、やっていこうと思ったんですけど、UFO とクレフラすごい強い。今の人は良かったんですけど、それでクレフラ UFO やったらいつもと変わらないんで、これで行ってみましょうか。ちょっともう一回シャッフル回すの怖かったんで行っちゃいました。まあ、クレフラがですね、まあ、強い強い言われ続けて、まあ、それでみんなクレフラを倒すために一気に火力を切るようになったんですよ。一気にガッて。あ、もう倒すのに大型切らなきゃいけないわ、みたいな。あ、もう倒すのにゾネス化さなきゃいけないわ、みたいになったんですよね。まあ、それのおかげで、よいしょ。砦が欲しい、これ。まあ、それのおかげで、結構クレフラを切ることによって、相手の大型が釣れたりするんで、大事っすね。取れますね。多分。OK。よし。いい感じっすね。とりあえずこれで、砦も一回剣士で見て。で、スライムをね、軸に立ち回れるんで、次クレフラー結構大事にできるかな。まあ相手のキャラ次第ですけど、相手がフランケンとか、まあ何切ってくるかとかにもよるんですけど、結構大事にできるかもしれない。さあ、これレムとね、ケルベ出して、圧かけましょうか。さあ、これによってレムが反応して、ガシ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 やるんで、ケルベのダメージとちょうどいいですね。さあ、いい感じに活躍している。まあでもこれちょっと死んじゃいますね。まあこれしょうがないな。で、クレフラもね、一個ね、コツがあるんですよ。まあ、ちょっとね、やりたいなとは思うんですけど、どうかな。あんまね、やろうとしてね、失敗したわけなんで。よいしょ。これですね。はい。上を食べるこのコツですね。吐き出さずに帰ってくる最強。さあ、ここでね、ケルベとスライム合わせて火力出しましょうか。出てくるのはトレントガール。これはしょうがない。このキャラやられちゃいますが大丈夫。ここを倒せれば問題ない。で、ここでブラドラ切って、あー、ちょっとタイミング早かったかな。あ、大丈夫。オッケーオッケー、大丈夫、大丈夫。ケルベ行け。ケルベが行けば、勝ち、確定。で、この後もし相手がカマキリ軍団を流してこようが、上からね、関係ないですからね、もう。流してこようが、もう関係ない。さあ、いい感じに、ダメージ取れてますね。あー、強い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 。さあ、このもうレムケージでやってるんで、これ、剣士が死んだ瞬間に、もうレムが暴れ回るんですよ。で、ブラドラが出てるから、もう大丈夫なはず。さすがに。さて、あ、クエフラ切っちゃった。いらんかったかな。あ、でも OK ですね。その剣士たちが大砲で死んでくれたんで、これもうレムが止まんないですね。100% 止まんない。さあ、いい感じ。クレフラのいいところは、スキル判定が空中にもあるんで、地上の敵を起点にして、空中にパーって行ってくれるんですよ。それも、やっぱ強いところ。グリフォンとか、見たくねえなーって、でもなー、大砲打ちたくねえなーってキャラを結構クレフラでやれたりとかします。おすすめです。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回やっていったのはクレイジーフラワー裏引きっすね。まあ、裏引きってかこれはサブリーダーでやってましたけど。はい。あ、もちろん食べない時もあるんですけど、食べる時は食べまくるし、うん、すごい強いですね。実際結構食べてくれる。今回ね、最初の、まあ、1試合、2試合、
3試合までは食べなかったですけどね、まあ、4試合目はしっかり食べてくれて、しかも食べてほしいキャラを食べてくれて、でしかも D0 の恩恵が出たのか、レドラのね召喚時の灼熱も耐え、さらに通常攻撃も耐え帰ってきてくれて、もう何もね文句なしですね。はい、まあ最初のね、あの1戦目はまあちょっと自分で使いたくて使ってって感じですけど、あの2戦目3戦目に関してはまあタイミング完璧で使って、で食べなかったけど代わりに大型を全部釣ってるんで何も問題がない。あそこからね結局有利を作って、あの勝ちにつなげられてるんで、はい、あのクレフレのねいいところかなと。あのやっぱヘイトを貯められるんで、相手のキャラ相手プレイヤーに、あこれクレフレやべ倒さなきゃまずいっていうね、こいつ殺せっていうねヘイトを貯められるんで、それによって相手が大型を切ってきて、その大型を、ね、カウンターで返り討ちにしてみたいな。クレフラがやられちゃう。まあ、それでクレフラが、まあ、うまくいくと、相手の大型を切らせながら帰ってくるんですよ。食べて。で、それが、まあ、食べないっていう、ちょっと運が悪いと、食べなくて死んじゃうんだけど、ただ代わりに相手の大型は切らせられるんで、結局有利みたいな。そんなキャラです。はい。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。